レヒニッツ写本の1ページレヒニッツ写本は、未知の文字と初期体系で書かれた一連の文章。ハンガリーで発見されたことから正式名称は、原理で、レヒニッツ氏の写本を意味する、ロホイコールコーデックスという。他にもハンガリー語の古い綴りを用いて、ローンクッツコーデックスと表記されることもあり、こちらの綴りの方が、インターネット上では優勢であるが、 この綴りは20世紀初頭に改変された原稿のハンガリー語聖書法では使われていない。また、英語読みでローホンク写本とも表記できるが、日本語ではまだ定約がない。したがって、この項目では、写本が発見された当時のハンガリー西部の都市、ロホンツを現在の氏名であるレヒニッツと読むことにする。なお、 ハンガリー人名の表記については、人名構成要素の順序を参考のこと。少なくとも判明している限りでは、レヒニッツ写本の最初の所有者は、19世紀、ハンガリーの貴族バッチャーニ・グスターフ伯爵である。バッチャーニ伯爵はこの写本を、他に伯爵が所有していたすべての蔵書とともに、ハンガリー科学アカデミーに寄贈した。この本は、 白爵の蔵書が1838年まで置かれていたかつてのハンガリー西部に位置する都市、レヒニッツ市にちなみ、レヒニッツ写本と呼ばれるようになった。ただし、この写本の正確な起源は不明である。判明している最も古い記録は、バッチャーニ白爵家による1743年の蔵書目録にあるとされる。この目録の陶器によると、ハンガリー語の祈祷文、 12折半本一巻とある。この版の大きさや想定されるページ数に鑑みると、写本の特徴と一致する。しかし、目録内には、この一節しかなく、あくまで水量の範囲を出ない。写本は1840年頃、まず、ハンガリー人学者のトルディフェレンツによって研究され、その後、フーハルビパールに引き継がれたが、何も判明しなかった。 オーストリア人で古文学の専門家、マール博士によっても調査されたが、とろに終わった。チェコのプラハで共に大学教授をしていた、ヨセフ・イレチェクとコンスタンティン・ヨセフ・イレチェクの不死は、1884年から1885年にかけて、写本の32ページ分を調査したが、何の成果も挙げられなかった。写本は1885年、インスブルック大学の教授である、 ドイツ人研究者、ベルンハルトユルクの元にも送られたが、やはり暗号を解くことはできなかった。次に、ハンガリーの巧妙な画家、ムンカーチミハーイが写本をパリに持っていき、1890年から1892年にかけて調査に取り組んだが、やはり何も判明しなかった。ハンガリー人学者の多くは、この写本をトランシルバニア系ハンガリー人の古物商である。 リテラーティネメシュ・シャームエルによるアルフザケの産物とみなしている。ネメシュは、ハンガリー国立図書館の共同創設者の一人でも、あるが、同時に歴史的な岩作作家としても、悪名高い。当時巧妙だった一部の学者ですらネメシュに騙されたという。ネメシュ岩作説の起源は1866年、ハンガリー人歴史家の砂防、カーロイによる主張にまで遡る。 砂防の後にも、1878年のフェイエール・パタキ、ラース・ロー、1899年のトートベーラ、1930年のピンテール・エネー、1973年のチャポディ・チャバと、複数の研究家が、おそらく元作だろうとしている。現在、写本はハンガリー科学アカデミーによって保管されている。写本を調査する際には特別な許可が必要となるが、 マイクロフィルムによる写本のコピーが利用可能である。三日月の屋根飾りムスリムとキリスト教徒レヒニッツ写本は448枚の用紙で構成されており、それぞれのページには記号が9から14列ほど書かれている。この記号が何らかの文字なのか、それとも文字としての機能はないのかは判明していない。この記号列以外にも宗教的あるいは世俗的もしくは軍事関係と、 見られる光景が描かれた87点の挿絵が含まれている。また、これらの挿絵には粗雑ながら十字架や三日月、または万字などが至るところに書き込まれており、どうやらキリスト教徒やムスリム及び異教徒らが共存する場所が描かれているらしい。写本の中で使われている記号の種類は、基地のどんなアルファベットの総数より約10倍以上は多い。しかし、 一部の記号は滅多に用いられていないことから、写本中の記号はアルファベットではないにしろ、日本語の仮名のような音節文字の一文化、もしくは漢字のようなものであろうとされている。また、文章が右揃いであることから、これらの記号列は右から左へと書かれたと考えられている。写本に使われている用紙を調査した結果、これは1430年頃に作られた、 ベネツヤ氏であることが分かっている。ただし、写本の内容自体はより古い書物から書き写されたものかもしれず、また、ベネツヤ氏自体も製造されてからずっと後に使用されたものである可能性も否定できない。写本に書かれている言語は不明である。候補として挙げられたものとしては、ハンガリー語やダキア語、初期ルーマニア語か、クマン語があり、中には、 ブラフミー文字で書かれたヒンディー語であるという説まである。ただし、何の言語であるかといった証拠は、全く見つかっていない。古代ハンガリー文字この写本が間違いなく、ハンガリー語で書かれていると主張する人々は、写本中に書かれた記号が古代ハンガリー文字であると、みなし、ハンガリー版のリューン文字である、ロバーシュ文字との類似性を見つけようとしている。その他の主張によると、 ルーマニアドブロジャ地方にあるスキタイの修行道に似たような文字が彫られているという。また、ギリシャ語で書かれたベスプレームベルジ女子修道院の設立直居場との類似性を見出そうとする人々もいた。さらには、上記にもある通り、ブラフミー文字との関連性を主張する声もある。写本中に書かれた記号の一覧を作成する試みは1889年。 まずネーメティカールマーンによってなされた。また、1970年にジュルクオットーが記号に関する最初の組織的研究を行った。ジュルクは記号列の反復を研究し、文章がどちらの方向から書かれているかを探ろうとした。その結果ジュルクは記号列が右から左かつ上から下へと書かれており、ページもまた右から左に向かって進んでいると主張している。 また同時に、写本のページ番号を識別した。晩年のジュルクによると、膨大な統計情報に基づく未発表の推論がまだ数多くあるのだという。ロチュマンデミクローシュは1990年代中盤、コンピュータを用いて記号列の解析を行った。ロチュマンディは、ジュルクによる研究結果を確証し、他にもいくつかの発見をした。ロチュマンディによると、 アルファベットの i のように見える記号は文章同士を区切る役割をしているという。また、愛は11を意味する記号か、あるいは数値の桁区切りにも使われている可能性があるという。ロチュマーアンディは記号に付けられた発音区別符号のようなものの研究も行ったが、規則性は見られなかった。そして、写本の記号列内にハンガリー語の特徴である。 格語尾の形跡が見つけられなかったため、写本中に書かれている言語がハンガリー語である可能性はないだろうと結論付けた。結果としてロチュマーアンディは2004年から2005年にかけての研究において、写本が劣像ではないとの確証を得るには至らなかった。ただし、記号列の規則性を鑑みて、写本は全くデタラメな文章であるという説については否定した。 ハンガリー人のニーリ・アッティラは、写本を2ページだけ研究した後、解読法を見出した。まず彼は写本を逆さまにひっくり返し、記号によく似た文字を拾い出した。この際、同じ記号なのにもかかわらず異なる文字として翻訳されていたり、異なる記号なのに同じ文字として翻訳されることもあった。また記号をアルファベットに変換した後、意味のある単語とするために文字を並べ替えることもあった。 このニーリによる一連の作業が仮に意味のあるものだとするならば、この記号列は宗教に関する文章、特に礼拝に関するものと言える。ニーリによる解読結果が掲載された書籍によると、写本の文章は次のように始まっている。リアットアズイセンド、SZLL アズアール、バニック A、ゼントアンヤロック、イザック、何時の神は来たり、ある時は舞い上がる。 聖なる天使がおられる。天使らよ。王。ルーマニア人の言語学者、ビオリカ・エナキュクも、写本の解読を試みた。エナキュクの解読によると、レヒニッツ写本は、ブラフ人による、クマン人やペチェネグ人に対する、戦いの記録であるという。このゆえに、写本に使われている言語は、ゾクラ天語や初期、ルーマニア語の一種であるはずなのだが、結果としてルーマニア語には似ていなかった。 エナキュク版解読文における序章の一節は以下のようになる。ソルジコジクジラナプッツヨルトシーオーセスバルキャスオー、燃える太陽よ、何が時を紡いだのかを記るさせたまえ。その他の解読法としては、インド人、マヘイシュクマールシンによるものが挙げられる。シンによると、デヒニッツ写本は、ある地法特有の綴りで記された、ブラフミー文字で、左から右かつ、 上から下へと書かれているという。シンは、写本の最初から24ページ目までを翻訳し、ヒンディー語の文章を取り出した上でハンガリー語に翻訳し直した。シンの解読文は、未知の聖書外典における冒頭部分といったような文章である。具体的には、まず瞑想的な雰囲気の序章から始まり、次に、イエスが子供だった頃の話へと続いていく。真による、 解読結果は、ハンガリー人の起源についての研究雑誌たらに掲載された。ありがとうございます。